あ、いい先でもよろしくお願いいたします。今日はですね、こちらの2ネタになりまして、まず1つ目はですね、24時間テレビが国書でもマラソン決行に批判殺到、マラソンを意地でもやめられない理由という話になります。テレビ局が約10年間にわたってですね、寄付金を着服し続けたことが発覚してもなお開催を発表して世間をドン引きさせていた24時間テレビなんですけども、今回ですね、恒例のマラソンコーナーも通常運転で開催することを発表しました。ランナーには人気芸人のやす子さんが選ばれまして、まあ、やす子さんのですね、あの好感度の高さに乗っかりつつですね、かつですね、やす子さんご自身が過去にはですね、児童養護施設にお世話になった時期もあるということで、その恩返しに走ると。で、さらになぜかですね、今年はやす子さんと一緒に走る一般参加のランナーも募っていて、その数1000人ということでですね、どうやらまあそのやす子さんはまあ投資でずっと走って、です、あの一緒に走る人が1000人で、まあなんか数キロずつ交代で走っていくみたいなスタイルのようです。しかも参加ランナーですね、寄付が義務らしいので、まあ、要するに参加費を取るっていうことですね。なのでタレントはギャラをもらえるからいいと思うんですけど、一般人は寄付をしてさらに走るっていう謎の企画です。この炎天下の中ですね、毎日ニュース番組では熱中症に気をつけろ、紫外線にも気をつけろ、家でも冷房はつけっぱなしにしろ、今日は今年一番の暑さだ、明日はもっと暑い、外出るときは小型扇風機を持っていけ、けど小型扇風機も爆発する可能性があるから気をつけろ、こんな調子でですね、毎日狂ったように注意を呼びかけておりますけども、そんなテレビ番組がですね、この猛暑の中やす子さんと一般参加者1000人を走らせるっていう鬼のような企画に本当に愛はあるのかと番組への疑問とですね、ランナーへの心配の声が集まっているようです。いやマジで死ぬぞ。まあ、やす子さんとそのランナーもそうですけど、一緒に走るサポートの人とかも危険ですよ。そして果たしてそれを見て喜ぶ人はいるのか。40度ぐらいの炎天下の中汗だくで走ってる人を見て喜ぶのはよほどのド S ぐらいでしょう。普通の感覚だったら頑張れよりももうやめてって思う人の方が多そうです。しかし番組としてはそんな死ぬ可能性すらある炎天下だからこそやる意義があるのです。このコーナーはそもそも不幸な人を意図的に作り出すコーナーですから、境遇が不幸であればあるほどチャンスで、炎天下だからこそチャンス、死と隣り合わせで走る姿にこそ意味があるのです。台風中継で現場から傘がひっくり返りながらリポートさせるのと同じシステムです。ですのでこうして批判の声が集まれば集まるほど注目度が高まってるぞと、美味しいぞと感じています。ではなぜそこまでして命がけでマラソンコーナーをやらなければいけないのか。その理由は一言でまとめて言いますと、やっぱり視聴率ですね。マラソン企画はとにかく視聴率が半端ないです。例えば去年なんかですと全体の平均視聴率っていうのが 11.3% で、まあこれもすごいですけど、で特にその中でもですね、瞬間最高視聴率の場面っていうのがどの場面かっていうと、ランナーのひろみさんがですね、最後にゴールをする場面で、でそこの瞬間の視聴率が 24.8% ですから、これだいぶやばいです。ちなみにその前の年がですね、平均が 13.8% で、で瞬間最高の場面がやはり EXIT の兼近さんのマラソンのゴールシーンで 28.9% です。見すぎだろっていう。ちなみにですね、この24時間テレビのもう全ての場面の歴代の、瞬間最高視聴率っていうのが、この一番高かった場面っていうのが金ちゃんのゴールシーンで、その時がなんと 43.9% っていう、そんな見ますっていう、もう紅白の鳥レベルです。なので去年のこの約 25% っていうのも十分すごいんですけど、その過去から比べたら、まあ、下がってってそれですから。しかもゴールの1時間前ぐらいからもうザードの負けないでをですね、呪文のようにループで流し続けてですね、でそこからもうぐんぐん上がっていきますから、なので最後のもう1時間だけでももうガッポガッポですよ。今時その1時間ぐらいの間 20% 以上取れるっていうのが、この分かってる番組なんてそうないですから、そりゃやめられまへんわっていうところですよね。でしかもそもそもこのマラソンコーナーっていうのがですね、視聴率対策で始まった企画なんですね。24時間テレビも、まあ、スタート当初は話題になってたんですけど、だんだんですね、回を重ねるごとにマンネリ化してきたのかですね、まあ、数字が悪くなっていって、で特に歴代最低視聴率を出したのが1991年で、でその時の平均視聴率がですね 6.6% でした。テレビの全盛期で 6.6% ってなると、まあ確かにだいぶ低いです。でなんとか数字を上げたいっていうことでですね、その翌年の1992年から番組大きく変えまして、まず大きく変えたのがパーソナリティにダウンタウンを入れた年です。であとはその年からメインテーマ曲ってことでサライを作ったりとかですね、でさらにその年から始めたのがマラソンコーナーです。最初のランナーは狭間寛平さんで、でまあ注目されたもののですね、時間内に
走りきれなかったんですよね。けどそんな施策がですね成功して、その前年の視聴率 6.6% だったのが、この年の視聴率が 17.2% に爆上がりしました。でさらにその翌年のマラソンは、まあ、再び寛平さんがですねリベンジっていうことで注目されて、でそんなこともあってマラソンがメインの企画になっていって今に至ると。なのでもともとですね、なんとか視聴率を上げるっていう目的で始まったマラソンがですね、まあ、見事に狙い通り成功した企画なんで、番組としてはですねもうマラソン様々っていう感じなんで、もうそれをやめるっていうのはもう上げた数字を落とすっていう話なんで、やっぱりやめる選択肢はないんですよね。で、まあ、ちなみにですね視聴率って言ってますけども、じゃあ視聴率が上がると肝心の寄付金も多く集まるのかっていうとですね、実は視聴率と寄付金額っていうのはそれほど比例はしていません。例えばですね、先ほどの年で比較しますと、歴代最低視聴率の 6.6% だったですね、1991年の寄付金額の、あの総額ですね、総額、全国からの総額はですね8億8300万円ぐらいだったんですけど、でその翌年ですね視聴率が爆上がりして 17.2% だった1992年の寄付金額の総額はですね9億5700万円ぐらいっていう感じなんで、なのでまあ上がってはいるんですけど、視聴率の差ほどは増えてないのかなっていう、要はその視聴率が2倍以上になったからって寄付金額も2倍以上になるっていうことではないんですね。でさらにですね、その翌年の1993年で言いますと視聴率が 15.9% っていう感じで、まあ1991年と比べたらだいぶ視聴率はいいんですけど、ただ寄付金額で言うと8億5300万円ぐらいっていうことで、視聴率が低かった1991年の方がむしろ寄付金額が多いぐらいなんですね。こんな調子でですね、あの他の年で比べてみても、実はあの視聴率と寄付金額っていうのはそんなに比例してなくて、視聴率の高低差はそんな関係なくですね、まあ大体8億円から10億円ぐらいっていう感じです。ちなみにですね、一番の寄付金額が多かった年っていうのは、この年がズバ抜けて多いんですけど、その額はですね19億8600万円ぐらいっていう感じで、でこの時の視聴率が 17.1% なんで、あの視聴率も高い方ではあるんですけど、まあ、特別高いわけではないと。けどあのこの寄付金額っていうのは例年の倍ぐらいズバ抜けて高かったんですけど、ではさてですね、これはあのいつのことでしょうかということでですね、わかりますかね。これはあの答えはですね2011年ですね。まあ、つまりですね、やっぱりあの大きな震災なんかがあった年っていうのは寄付金額も増えるんで、結局はですね、やっぱりその時の国民の意識っていうのが、一番この寄付金額に関しては影響するところが大きいようです。なので純粋にですね、チャリティーが目的なのであれば、まあ、そんな躍起になってですね、視聴率を上げようとしなくても、基本的には国民の善意だけでも、まあ、十分目的を果たせるはずなんですけど、まあ、番組としてはですね、そうもいかないのがですね、あの、まあ、視聴率にこだわりまくって、もう災害級の猛暑だろうとですね、意地でもマラソンはやめられないみたいです。はい、まあ、というわけでね、ちょっと次のやついきますとですね、はい、これはですね、まあ、一応あの今すごいなんか問題になってるですね、オリンピックの代表選手はですね、まあ、19歳で喫煙と飲酒がバレてですね代表から外れてしまったと、辞退っていうことみたいなんですけども、まあ、これがまあ残念だっていうまあ話ですね。でこの選手がまあ体操の女子のですね、まあ、キャプテンに選ばれてるみたいでして、まあ、スポーツニュースでも何回か紹介されてるのをまあ見たぐらいなんで、期待されてた選手でですね、まあ、プレッシャーはすごくまああるんでしょうけども、まあもったいないですよねっていう話です。ただこれあの個人的にあの すごいびっくりしてるのがですね、あのテレビのコメンテーターだったりとか、まあ、それなりの著名人が SNS だったりとかで、たかが喫煙で騒ぎすぎだとかですね、元オリンピック選手までもがですね、なんか代表権を奪うほどではないみたいな感じで擁護してる人が結構いるっぽいんですけど、これってあのどういうことなんですか。あの19歳で飲酒と喫煙っていうのは、まあ、あの法律違反なんですよね。一応18歳から成人ではあるんですけど、まあ、その飲酒と喫煙っていうのは20歳からなわけですよ。でさらにですね、体操の代表選手としての規定っていうのが、あの20歳以上だったとしても飲酒喫煙が禁止なんですよね。でそのルールを破った選手が代表から、まあ、降りることになったと。でそれに対してですね、たかが喫煙ぐらいでガタガタ騒ぐなっていうのは、あのどういう理屈なんですかっていう思うんですけど、それは要は、まあ、あの全員やっていいよっていうことですよね。法律だろうと規定だろうと、それぐらいなら破ったっていいだろうと。で、まあ、本来20歳じゃなきゃダメなものが19歳でもいいってことは、18歳でもいいわけですよね。だとしたら、じゃあ17歳でも OK でしょうと。で、15歳でじゃあ急にダメってことはないでしょうから、もう13歳でも OK でしょ。いやいや、13歳はさすがにダメとかだったら、ただのお前のさじ加減だろうって話になりますから。なので、19歳でも喫煙ぐらいいいだろうっていうことは、まあ、そもそもそれはもう法律に問題があるっていう話ですよね。法律に違反したから処分
したらガタガタ騒ぎすぎだって言われちゃうと、っていう話ですよね。じゃあ法律変えてくださいよっていう話ですよね。あるいは法律でも守らなきゃいけないものもあれば、破ってもいいものもあるっていうことですか。二十歳未満の、飲酒と喫煙ぐらいは OK で、まあけどじゃあ飲酒運転とかだったらさすがに NG ですかね。無免許運転とかだったらどうですか。もしくは大麻とかだったらどうなんですかね。大麻ぐらいは OK っていう人もいそうですけども、まあ、まず殺人はダメですよね。まあね、じゃあ詐欺ぐらいとかだったらどうなんですか。1000万円の詐欺はダメだけど、まあ、30万円ぐらいなら OK みたいな感じですか。盗撮とかもダメそうですか。盗撮なんて減るもんじゃないし、ガタガタ抜かすなっていうことになるんですかね。万引きとかだったらどうですか。ロレックスみたいな、なんか高級腕時計とかはダメだけど、雪見大福ぐらいだったら OK ですか。たかが雪見大福盗んだぐらいで若者の夢を奪うなって感じでしょうかね。まあ、結果なんかそこ緩めちゃうと余計ややこしくなりそうな気がしますけどね。それとも最近はもうあれですか、法律守らせるのもパワハラになっちゃうんですか。法ハラですか。結構未成年のタバコと、酒に関してはですね、芸能界でさえ結構一発退場レベルで厳しいんで、なんでまあ芸能人もなるべく我慢するかですね、まあ絶対バレないようにするか、バレたら全力で揉み消すかっていうぐらい気をつけてますんで、芸能界ですらそうなんで、まあスポーツ選手なんてドーピングとかも厳しいでしょうし、食事の節制も厳しそうなんで、もっとシビアかなと思ってたんですけど、そうでもないんでしょうかね。たかが喫煙ぐらいって言っちゃうと、それで言ったら体操なんてもう着地の時にたかが足を一歩出しちゃっただけで減点なんて厳しすぎるし、100メートル走だってたかが 0.1 秒の差で勝敗つけちゃうなんて細かすぎるし、ボクシングの体重だってたかが 100g のオーバーしただけで失格とかかわいそうだろうって話ですけど、ただまあみんなそのたかがにこだわって命かけてやってるわけでしょうから、たかが喫煙ぐらいで騒ぐなって擁護しちゃうと、じゃあなんかそんなくだらないルール守って真面目にやってる選手はアホなんてことですかってことになっちゃいますから。ただ今回の件はまあ何かのちょっと記事で見かけたのが、本人は飲酒と喫煙は一度だけっていうのをまあ言ってるとかでですね、まあもしそれが本当だとしたら、じゃあなんで急にこのタイミングで一回だけやっちゃったのかっていうのはまあちょっと不思議な感じもしますんで、まあ、その辺はまあ調査とかね、まあした方がいい気もしますし、まあ してるんだと思うんですけど、なのでまあひょっとしたらですね、その以前も同じようなことがあって、まあ、一度は見逃しててですね、なんか次やったら外すぞみたいな、そのやり取りが過去にあって今回の件みたいな、まあそんな流れもあったかもしれませんし、まあ、要するにその辺は内部の人にしか分からない事情があるわけなんでしょうから、なのでそんな分からない段階でなんか無関係の外野の著名人がいきなりガタガタ騒ぐなとか、自信満々で言えちゃう感覚って何なのかなっていうのが、そこがなんか一番不思議だなと思いますけどね。はい、まあそんなわけでですね、なお本日ですね、予定しておりました TBS のアナウンサーが深夜に酔っ払って人ん家に侵入し、家の中でおしっこぶちまけた件でですね、たかが人ん家に侵入しておしっこぶちまけるぐらいいいだろうってことで、特にお咎めなしで普通にテレビ局に出社している件はですね、時間の都合上予定変更してお送りさせていただきました。はい、というわけでですね、今日は以上になります。最後までありがとうございました。